ようこそございます。あなたは彼氏子ですかね。あ、男の子小さい。うん、勉強は、勉強は元気ですか。えらいえらい、それはいいんですね。うん、私は、ご飯作ってるんです。うん、自分でだけご飯作ってる。うん、そうね、いいことあるから。わしは乾燥朝日です。名前はオリジナルですが、アクセルです。でも私は忍者です。忍者のコスプレと言ってて、うん、そうだよ。それは私は通勤だよね。でも人間だっては忍者だっては、少しは困るんだとね。クランスとかいろいろとか、そんなことはあるね。でも、わしは、熊健康ありませんです。恋人って？いえ、まだまだ。恋人は、まあ、私はまだいないです。彼女は、それは好きになってやったね。でも、私はまだ、ないです。彼女だって。女の子。でも私は、マスターってお師匠だって。それから私、私はさ、31やってて、です。私は31。健康ってはありませんだって。ダメだって。お母さんは枯らしてからと言って、それはダメです。健康ってはダメです。もう30歳だって大きいんだね、私。お兄さんだったって。お姉さんは、彼氏から、いいんですよ。彼女子だっては、それは結構で、好きだってね、結構。YouTube は、女の子はては、ガッカラガッカラって、私は話してから、コメントやって、ね、落ち着いてくださいって。そんなことあっては、話してください。落ち着いて。そんなことあってはね、私は死ぬの話してくれて。おかしいこと、女の子はって、ガッカラガッカラってあっては、何でもそんなの子が動くんだってやって、ちょっとわかんないわね。私は忍者です。忍者。スコーピオだったよ。日本語のスコーピオ。スコーピオ。ゲームのモルタコンバだってね。それは忍者と、ヒーガと、あとコリと、シャドウ、お化けと、そんなね。そんなです。では、あなたは彼女子は元気？嬉しい。それは嬉しいです。私は、私は落ちるんです。自分だけやって、
ネモだって、あんな俺と直ったら好きやったネモだって。ね。私は好きやったネモだって、ネモだって。うん。そうです。そうです。うん。でも、あなたは元気やったって、勉強って教えてあげるのです。日本語だっては日本語だってね。あの、イングリッシュだっては私は話します。イングリッシュだって、うん。そうですね。そうです。うん。そうですね。まあ、ちょうどいいからいいか。でも私は喧嘩ありませんです。あの、彼女と喧嘩ってやって、好きじゃなくて喧嘩ってやって、このことをみんなでこんなことだとは、うん、それは黙ってるじゃない、ないです。あの、ご飯作ってるんだって。ご飯作ってる。そうです。そうですね。まあ、いいけどさ、いい時間私は、次言うと日本語では好きだったって、話してからは、彼女がってからは、手伝って教えて、あの、喧嘩ではダメでって、そう、そんなことがある。そうですよ。そうそう。それは何です。回答だったです。それじゃあ、私はご飯作って、肉だって、肉とご飯と、じゃあ、なんて、朝ご飯だって。それはゲーム好きやって、ゲーム好きやってやでも日本語、日本人やって、日本人のゲームだったらちょっと怖いんだぞね。お化けみたい、あの、あれがどうしたんだってね、こんなのクリアトだっては、日本語ってのゲームだったら、そんなのは、そんなこと、気持ち悪いんだよ。眠なくては、気持ち悪い。そうです。そうだね。気持ち悪いとか気持ち悪いです。でも私はね、忍者ではマスクとマスクとの、あの、ゴールと、あの、忍者と忍者ってね、私。そうなんですよ。家に帰ってから、フォトグラファーだって、写真だって言って、そんなことです。でも私は好きなんで、そんなの好きやってて。いつもは私は好きなの。女の子好きやって。え？女の子好きやって？女の子は好きだよ。恋人そうや。はい。はい、そう好きやってよ。でも友達、一番友達。そのことです。それじゃあ、これから私はもうご飯作って、バイバイね。それじゃあ、またね。気をつけてね。バイバイ。